さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。さあ今回お伝えする車、先日ねもうすでに公開しましたけど反響多かったですね。さあナンバーも取れましたので今日は生きた道試乗していきましょう。こちらです。さあ鈴木さんの新しいモデルフロンクスですよ。まあ初代バレーノはもう覚えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、それの2代目バレーノがインドとかでは出ており、それをベースにしたクロスオーバー車というところで最低地上高は170という形です。で高さが1550というこのね最適なね立体駐車場適用サイズにされているというのもまあ鈴木さんらしいところですね。3995です。全長は幅は1765ですね。ホイールベースは2520になります。本国行くと四輪駆動設定ないんですけれども、日本専用でしっかりと起こしたというそういうお話でございます。まあインドからの逆輸入車というような形に、まあそういう方の方が分かりやすいのかな。でもねちょっと乗ってみたけど面白いですね。やっぱりこの車ね、ちょっと価値観というか車作りの仕方がすごく斬新というか、いやこういうやり方ありだよねっていう、そういうのが見え隠れしております。小回り性能 4.8m、 めちゃくちゃ取り回しもいいです。あ、価格判明しましたね。二輪駆動254万1000円、四輪駆動273万9000円。まあほぼほぼ僕が修繕地で乗った時に乗り味からこのぐらいじゃないのって言ってた価格にやっぱまあ若干近いという、まあそういう形でしたね。1.5 リッターです。 6AT を積んでおります。それでもって101馬力の135ニュートン、そこにマイルドハイブリッドですので、ちょっと後ろを映したいけども後ろのスペースがね、はい、もう後ろとかをしっかり見たい方はぜひとも内外装を見てください。で、マイルドハイブリッドですので 3.1 馬力60ニュートンの、はい、モーターを積んでおります。はい、ちょっと開けてみると、はい、こういう形、はい、これ2段式です。下げることも、はい、可能です。見えます？はい、こういう形、1段下げてあげるとよいしょ、なんか下がりにくいけどこれで下がるのか。あ、下がった下がった下がった、え、下がった、はい、下がって広げるのもできると思うけども、はい、立てたりもできる。意外と、まあ、この辺りは使い勝手は、まあ、両手だったら楽勝なんだけど片手ってね、意外とね片手って大変なんですよ。でここに立てることも可能。はい、立った。はい、こういう二重底型のこういうのもそのね日本専用で、日本人ってやっぱね細かいので、だから倒した時のこの段差が少なくなるように、ここね、これ段差が少なくなるようにっていう形でこれ作り直したりもしてるわけですよ。だからまあバレーノをベースとしながら車高を上げてクロスオーバースタイルにしたんですけれども、単にバレーノをベースって言ってもそのまま入れてるわけではなくて、日本仕様に向けて厳しい目でね、まあ車を見てくる日本人の方々の感性に合わせるようにという形で仕立て直しております。え、後席座ってみる？広いんですよ。はい、足も十分入るし膝元も十分あるし、頭上は、はい、手のひら1枚もうこれ伊豆の修善寺と一緒ですね。はい、そしてフロント、こういう見た目でございます。じゃあもう今日は時間なくなってしまうので試乗行きましょう。この車は四輪駆動車ですので、まずこの四輪駆動車の、試乗からスタートしたいと思います。でその四輪駆動を乗り終えたら二輪駆動に乗り換えたいと思います。そちらはおまけ動画になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。じゃあ試乗開始です。どうぞ。今日はカーバーさんのシャツ着てますけど、この後 E から比較の撮影が控えてますので、はい、すいません、すいませんって謝ることではないですね。はい、ありがとうございます。さあ四輪駆動、いや今回まず興味あったのは、もうすでにフロンクスでの修善寺でのサイクルスポーツセンター、ここでの内外装とか走りとかもうすでにバチッとしたものを出しておりますけれども、やっぱねサイクルスポーツセンターとかサーキットとか、あとはテストコースとか、まあテストコースの場所によるんですけれども、路面が綺麗なんですよ。だから一般道ってもうそんな路面綺麗じゃないので、もう継ぎはぎだらけじゃないですか。だからそうなってきた時にやっぱ1センチとかそのぐらいの段差であるとかマンホールであるとか突き上げがあるので、だからサイクルスポーツセンターだと基本的にそんな段差あったらすぐ修復かけちゃうわけじゃないですか。ロードバイクとかそこに引っかかってこけたら問題じゃないですかね。まあだからすごい綺麗な路面での確認でしたけど、さあ生きた道どうなのかっていうあたりで、まあいつものこれは幕張近辺です。幕張のニトリさんです。ここ幕張のここ今練習場なんて名前、昔そごうの練習場って僕は言ってましたけど、ゴルフ練習場ね。さあちょっと今日は京葉道を乗って、
一区間だけ乗って竹石で降りるって、だから幕張で乗って竹石で降りるって、まあ5、6キロしかないですけど、その間にいろいろ確認したいこととか含めて、今この時点でまず静かさはある。やっぱりこれボディ骨格内部を封鎖するような形で防音材をかけてるんですね。要はあのやっぱね、音の原因って結構このシャーシの中のボディって結構鉄板と鉄板の集合体で通常にしてたりして、そこの通常のところが気中共鳴を起こすわけですよ。要は太鼓状態になっちゃうので、そこに音がポンって入るとその筒の中でボーンって響くわけですよ。その響くのを防ぐためにその筒にまず振動を入れない、音を入れない、まあそういったのが大事なので封鎖していくんですよね。壁を作るんですよ。だからそういうのを吸音発泡材、まあ発泡材系で吸音させるような壁を作ったりとか、あとはボンネット周りのこのバルクヘッドとか、あのフェンダーの脇とかって空洞たくさんあるじゃないですか。だからそういったところも発泡スチロールのような、まあそういったものを入れてあげると音の介入が防げるんですね。まあそういうのもやってたりします、この車は。なので結構やっぱね、静粛性は高いと思う。結構ここの路面そんな綺麗じゃないですけど、ちょっとあの初めて登場する路面ですよね。ここはもう僕の地元の地元の地元でございます。ここミニ大きいでしょう、 BMW 大きいでしょう、京王の。そこマセラティさんがいらっしゃるんですよ。幕張マセラティさんね。さあ、ダボルボさんもいます。でそこから乗るとあの東京方面行っちゃうので、もう一個先ちょっと渋滞の中でも、ビューボタンはまあ結構上の方で見やすい位置だからいいのかな。ビューボタンを押した時のやっぱ画素が荒い、それは気になる。これやっぱテストコースの時からずっと言ってることですね。画素が若干荒いです。さあこれからちょっとセルフドライブしつつ高速道路乗ってから運転してもう一度行きましょう。でもね、全般乗り心地いいですよ。やっぱり60扁平の16インチですもんね、これ。17インチ履いてる、いや16インチだよね。鈴木さん試乗会とかでそういう大きいホイール履いたりとか、いやこれオプションあるんだっけ。でもだからこれ16インチが標準設定のはずですので、16のはずですね。195601616インチ。ブレーキのタッチとかは全然悪くないです。ホールドからの解除やってみましょう。3、2、1。おー、じわって離れる感じがすごい伝わってくる。悪くない。ガクンとはいかない。さあ、行きましょう。あー、なるほどね。ここめちゃくちゃ荒れてるんですけど、意外と、ドタバタはしてる。あの、乗り心地とかだけで言えば、若干ドタバタはしてるんだけども、音が収められてるから、心象が悪くない。やっぱ音って大事だと思うな。3、2、1、5。まあもうちょっとパワーが欲しいって感じはあるかな。まあ必要十分な加速力はあるけど、床まで踏み切れる前提でしょう。もう一回、3、2、1、5。もうちょっと欲しい感じはある。必要十分ではあるっていう、そういう形ですかね。さあ、じゃあ運転支援も試しながら。いや、でもね、静かっていうのがいつも絶えず付きまとう。静かなんだな、この車。さあ、ハンドル支援、こんな形です。手添えてるぐらいです。悪くないですね。あの足とかだけの動きで言えば、もうちょっと減衰力出したりとか突き上げを収めようとしたりとか、もうちょっと欲しい要素はあるけども、だよけども、この音に対して音の介入がとってもとっても少ないので、これを不快っていう感覚にならないんですよ。そこがうまいところ。
なるほど。レンチェンジ。レンチェンジ。いや、安定してるしね。いや、まあいつもの道ではないので、今日はこの後すぐ二輪駆動も乗ってみたいので、ちょっと四輪駆動の高速道路はこれだけで、ちょっと終わりにして戻っていきましょう。今乗ってる感じで言うと、足回りとかはめちゃくちゃいい動きをするっていう感じじゃないです。足回りだけの動きで言えば、正直220万、30万の車両だってちょっと思います。でも、まずシートがいいので、シートがね結構クッション性があるんですよ。で、厚みがある上でクッション性を持たしてるから、そのね結構吸収率がいいです。だから結構鋭くドンと入るんだけども、ドタバタっともするんだけども、それをシートがまず吸収する。で、さらに音の介入をものすごいしっかりやってて、だから静かに感じる。だからそのドンっていう音のドンが聞こえない感じでも入力としてはあるんですよ。でも、だ体感として、なんかね、悪くないんですよ。だこの感じさせ方っていうのがとってもうまい。だから、なんて言うんでしょうかね、言葉選ばず言うと、そこが鈴木さんとかのうまさって僕は思ってるんですけど、その同じ効果を出す、最終的にはドライバーがどう感じるかじゃないですか。ドライバーがどう感じるかっていうところで乗り心地を良くしたいんであれば、それを最もコストパフォーマンス良く乗り心地の良さを発揮させるためにはどういう方法があるのって言った時に、遮音性、だから足回りを仕上げたりとか合成上げたりとか、足回りやるとやっぱ部分合成を上げていかないといけないので、だから部分合成上げると合成のいたちごっこも始まるので、それすっげえお金かかるんですよ。ハンドリングとかも良くなるかもしれないんですけど、ちょうどお金がかかり、でもセンターは出てるので、これ電動パワーステで出してる感じです。だから結構電動パワーステ系な味付けも結構占めており、だからね要所要所味付けがほんとうまい。で、結果として、だからちょっと話しとれちゃいましたけど、静粛性を上げることで乗り心地をよく感じさせるっていう、そこがうまいっすね。だ言葉をちょっと失礼な言い方じゃなくて、これ賞賛の意味で言うんですけど、素材は200-230万円って感じ。それをなんかプラス50万円分ぐらい味付けのうまさでもって持ってったような感触。え、伝わります？これうまい。車作りがうまいです。だからすごい低速でもザラザラ感、ゴロゴロ感はあるんですよ。ザラメロメン行くと。でも、それがね、不快な音として入ってこない。しかし、小回り効くよね。いやー、これね、Uターンとか、やっぱね、入力はある。相当揺れてはいると思う。揺れてはいるけど、体感上で言うと、不快じゃない。いやー、これシート様々、音様々。シートもすごいんだね。やっぱ突き上げはあるある。60タイヤでもある。だから足は、そんな良くない。うん。足は良くないけど、良くないってもっと正確に言おう。足はどちらかというと、このセンターとかを緩みないような形にするために、ある程度ちょっと張ってる感じ。初期とか特に。なので、この初期のセンターとかをしっかりさせるためにある程度張ってきて、で、そうすると乗り心地が超悪くなってっちゃうから、じゃあその乗り心地どうしようかって言った時に、このシートクッションと音でやってるような感じですね。だからこのセンターもあるのもいいところ。結構好印象です。総合的に言ったら好印象。こういう車作りいいんじゃないのって。安かろう悪かろうのその世界じゃないところにちゃんといるっていう感じですかね。まあ、鈴木さんもともと結構そういう感じではありますけど、この 6AT っていうのも、なんか、まあ、ジムニーのこれ 1.5 リッターの NA とかと比べたら、ジムニー 4AT なので、天国のようにすごいいいですけど、ジムニーのシエラね。これシエラの 1.5 と違うのかな。まあ横積み縦積みで違いますけど、シフトショックも若干ある。まあでもこういうのを言う感じではないよな。いや、
絶妙っすね。ほんと絶妙。ドライバー心理っていうのが、そのなんだろう、人間工学とかそういった堅苦しい言葉は使わずの、なんか、いや、最終的にどう感じんだよ、その感じるのが全てだからみたいなところで、その実装で詰めたかのような、そんな印象、伝わります？なんかこの背伸びしてない感もいい。揺れるのよ、揺れるんだけど全然不快じゃない。いや、なんかいいんじゃないですかね。そのこういった価格帯の車ならではの作りのうまさをちゃんと出してると思います。だから安かろう悪かろうの世界って、そういう言葉って、そのいい車を作ろうとした時にお金かかるよねって、これ当然な話じゃないですか。だからコストを抑えようと思ってお金をかけるのをやめてった時に相応に性能が下がっていくじゃないですか。この一本のベクトル上に多くの車がいる感じなんですよ、僕の感覚で言うと。しかしながらこの鈴木さんのは、これはお金をかけてったらここまで登れるよねっていう基軸の中でお金をかけるかけないの話で、要は質が変わってくる話なんですよ。で、鈴木さんの場合ってこのベクトルにちょっとないような感じ。いや、最初からそんな別に超高級車を狙ってるわけじゃないし、そこのラインの中でじゃなくて、このお金をかける上で最大限求めるためには、じゃあこれもやろう、あれもやろうの、なんか全然違うベクトルのところで車作りをしてるような、結果ドライバーがどう感じるのかだけを優先して煮詰めてるような、そういう感覚があって、いや、うまいと思います。さあ、今ですね、通学時間帯なんですね。通学通勤時間帯、そうですよね。8時24分だから、僕渋幕行ってたので、渋幕の時だったらもうね、ダッシュしないと間に合わない。24分、僕チャリ通もしてたので、一時期もう今超ダッシュの時間ですよ。35分確かホームルームじゃなかったっけ。そんなことない。唯一ね、やっぱこういう人が多いところ、歩行者が多いところを走るとやっぱ思う、死角が多いです。だから皆さんのカメラから見た時のここの死角は多いですね。だから、A ピラーの太さ、さらにサイドミラーの、まあドアからの取り付けにはなってるけども、そのドアからの取り付けの位置が、ほぼ、この A ピラー付け根なので、これだと A ピラーからの取り付け点と変わんないんだな。ドアフレームですよっていうのは言えるけども、ドアフレームでもついてる位置が A ピラー付け根フレームと一緒の位置だから、見えづらさっていうのは変わってない。だからこれはあんまり、プラスっていう感じではないですかね。だからこれはちょっと気になるとこ、意外とでかいですよ。それでいて結構メルセデス並みにここの四角は大きい気がする。さあ、奥に見えるのは渋幕です。母校でございます。さあ、じゃあちょっと四輪駆動最後まとめていきましょうか。やっぱね、揺れることは揺れるな。まあだからやっぱ、もう堂々巡りですね。本当シートのクッション性は本当いいいいいい、ここで結構稼いでる感はある。これをどうだろう。不快って突き上げがあるね、硬いねっていう方がどのぐらいいんのか。足の動きだけで言ったら本当硬いんですよ。結構硬い。でも、体幹は全然硬くない。ここなんですよ。いやー、不思議なほど音入ってこないですもんね。この静粛性の高さっていうのはすごいと思う。なんか若干超音施工の世界に似てるかもしれない。その足回りを触らずとも、その僕よく超音施工自分の車とかも結構やってたじゃないですか。あれやると乗り心地よく感じるんですよ。で、振動特性も良くなるので実際乗り心地良くなると思うんですけど、そのなんかね、それをメーカーさんが仕事というかその標準仕様としてやったような印象がある。だから僕その時にその足回りとか云々とかを仕上げる以上に、超音施工一発ポンってやったら様々なものに影響してくれるので、これすごくいいじゃんっていう、コスパいいじゃんって思ってたんですけど、なんかそのコスパいいじゃんをすごくやってるような感触。いや、結構しなやか。
いや、ほら、しなやかって答えが出るもんね。この静かさで、今ここ若干綺麗な路面してるんですよ。この若干綺麗な路面をしてる限りで言うと、すごくしなやか。だから突き上げがあると、若干その突き上げがあるよねっていう事実なんだけど、頭の中ちょっとすごい困惑するんですけど、あの突き上げの入力なのに、この音の静かさはなんやねんみたいなところはあるんですけど、っていう、もう伝わりましたよね。何言いたいかね。なんか、あんまり他にないです。こういう典型的に、こういう仕立て方をしている車。だって普通の価値観で言うと、さっきの、要は一般的なる高級車路線みたいな、そういうので言うと、静粛性をここまで上げた時には、当然ながら足回りの動きの良さっていうのもそのレベルに同等に上げようとするじゃないですか。でも足回りの動きとしては、もうだから200万円ぐらいの車のなんか足回りの動きなんですよ。しかしながら静粛性だけが極端し、300万円ぐらいな、もっとかな、静粛性だけで言うと。そういう質感の車なんですよ。それを合わせた時に結果として270万円でもういいんじゃないって納得だよっていう、なんかね、そういう絶妙な不思議な乗り味だから、通常のあの車を仕立てますよっていうベクトルにないところのなんかやり方でもって価値観でもって仕立てられてる感触があり、そこが新鮮ですね。じゃあまあこれがだからどっちかというと、もうこの1130キロか60キロ重たいから、4輪駆動。だからこれが2輪駆動だとどうなのかってあたりですよね。そこ興味ありますので、じゃあ2輪駆動に乗り換えていきましょう。ちなみに最後、ベルジアンも通っていきましょうか。ここね、石畳の、道がありますので、ちょっとそこを走った時に、どうなるかっていうあたりを、ちょっと確認して、帰りましょう。ああ、いや、すごいすごい、すごい。この価格でこの感じを出すのは、すごい。やっぱね、鈴木さん、車作りが、うまいというか、実務的というのかな、なんていうの？まあ、うまいんだろうな。だから、コスパがいいんですよ、車作りの上で。それは感じる。で、妙ななんかね、価値観に、囚われてない感触がする。例えば極端な話ですよ、テストカーでこれが仕上がってた時に、いやこれ乗り心地悪いからお前乗り心地良くしてこいよって言われたら、分かりましたって言って、できましたって、何やったんだよって、いや静粛性高めましたって、なんでお前足とか触んないで静粛性やってんだよって、乗り心地良くしろって言ったじゃんみたいな、なんか頭ごなしな、なんか価値観で言うとそういう風になりそうじゃないですか。しかしながら実際だったらそれで結果出るんですよ、乗り、静粛性でも。だからなんかね、そのやり方をやったみたい。だからそのセオリーからこれが反してるわけでもなんでもないんですけど、いや、もう、だから、ちょっと肉乗り換えよう。これすごいと思う。面白いと思います。こういうの好き好き。なんか先入観なしで、結果ちゃんと出るものを、しっかりやっていこうよ、みたいな。静粛性部材って、ここ最近というか、すごい良くなってるので、まあ、だから、様々な分野の全ての技術が上がってきてるので、静粛性、だからこの環状骨格を本当ね、詰めてるのが結構効いてるんだと思います。要所要所で。どこ詰めてるかちょっと僕存じてないですけど、後ろは相当詰めてると思いますよ。後ろからの音の介入が本当少ないですから。さあ、じゃあ二輪駆動に乗り換えましょう。どうぞ。さあ、続きまして二輪駆動です。まあ、タイヤは変わらずですね、1956016インチを履いております。はい、グッドイヤーのはい、トリプルマックス2ですね。もうこれは修繕時のところから何もタイヤとかも変わってないですね。で、ツートンカラーです。白ですね、今回は。さあ、じゃあ行きましょう。もう動力とかは全部一緒です。ハイブリッド、マイルドハイブリッドになってますので、60ニュートンの、はい、マイルドハイブリッドになっております。じゃあ試乗スタートです。二輪駆動行きましょう。まあここまでもう高速乗り口なんですけれども、もう同じルート走っていきますので、四輪駆動と。やっぱりね、四輪駆動の方が落ち着き感はあります。でも圧倒的に軽快。いやー、ゴミちゃんどっち好きって言われると、これまた悩むよね。いや、でも落ち着きっていう意味で言うと、いや、ちょ、
まあ落ち着きっていうのがやっぱ僕は好きなので四輪駆動かな、やっぱり。だってなんかね、車両重量60キロしか変わんないんですけども、60キロどこではない感触、この加速の軽快さ。3、2、1、5。なんかね、加速力やっぱり駆動抵抗も少ないので、これビスカスカップリングなのでオイル洗断力使って、要は四輪駆動にするっていう四輪駆動システムをこの、フロンクスは採用してるんですけど、これ二輪駆動なのでそれ関係ないですよ。だから通常時は基本として、あの作動制限が、要はフロントタイヤが1回転に対してリアが1回転回る分には、基本的にそういうオイルの洗断力とかそういうのは抵抗には一切ならず、それで言うと基本としては二輪駆動に近いような状態だから、エネルギーロスは少ない状態では走れるんだけども、やっぱ U ターンする時とかそういったところでは結構まあ抵抗にはなるので、だ曲がった時ですよね。曲がった時にビスカス式は僕の認識で言うと、うってちょっと重さが増えるというか、要はまあ回転数が生じてきた時にオイルの洗断力で思ってマルチプレートクラッチがなんかその働くみたいな、やっぱ落ち着きないで、ね、ちょっと動くもんね。さすがにシートだけで全部吸収できる感じではない。やっぱ静かだね。だけど相変わらずね、でもやっぱり四輪駆動の方が僕は好き。二輪駆動しかし軽快、ウォーラーこの動きが軽快。ちょっとレンチェンジします。3、2、1、ヒュッ、ウォーラー超軽快、加速します。3、2、1、5。スポーツモード入れます。3、2、1、ストーンって言っちゃったけど、なんかスポーツモード入れると上まで吹き上がるので、だからまあさっきの四輪駆動でもスポーツモードを押してあげたら十分に、そうなんて言うんでしょうね、走るので、必要十分っていう僕は表現してましたけど、スポーツモードまで入れてあげたらまあ楽勝対応するもんね。だからそれで言うと四輪駆動かな。軽快さを好きな方、燃費とかをとことん重視する方はもう絶対こっち。これだけ車が前に前に自ら走るような、そういう感覚があるってことは、実燃費にもぼちぼち影響すると思います。すいません、カタログ数字燃費はよくわかんないですけど、僕の感覚で言うと、あの体感上で言うと実燃費で 2.0 とか変わりそうな、なんか感触はある。いやー、しかし質感高いよね。二輪駆動これで254万円ぐらいでしたっけ。いいんじゃないでしょうかね、この感覚。まあしかしながら、やっぱ四輪駆動ほどの突き上げとかの緩和はできてない感触はあります。やっぱ軽いとそのまんまポンって跳ね飛ばされちゃうので、要は跳ね飛ばされるっていう動きそのものが、まずはその振動じゃないですか、一番大きな振動、その入力なので、だからその振動の発生は大きいですよね、初っ端。だからそっからいろいろと収まってくるわけじゃないですか。だから四輪駆動の方が若干後ろにも重たさが乗ってて、このドンっていう後ろの突き上げがちょっと少ない感じ。だから最初の、入力振動が少ないんですよね。ほら、後ろがソンソンって、やっぱね、もうちょい落ち着いてくれると。だからこれが、例えばスポーティーな足が入ってますよって言われたら、あ、納得納得って、あ、そういう感じだよねっていう。でもなんかこのシャキッとした感じとかそういうので含めたら、まあスポーツサス入ってるって言ったら全部納得だけどね。ああ、なるほどねっていう、そういう感触にはなる。で、一個気になるのは、うおー、ちょっとスポーツモード運転しづらい。はい、消しまーす。やっぱスポーツモードにするとグンって出ちゃうよね。やっぱアクセル踏んだ時の、なんかレスポンスが激しい。で、僕が今気になってるのは、四輪駆動の方がハンドルのセンターはしっかりしていた。こっち若干ぼやける。だから動きは軽快なんだけども、ハンドルセンターの、僕が本当にいろんな動画でも僕言ってますけど、このハンドルセンターって僕めちゃくちゃ大事にする人なので、ここがね、アバウトな車って結局疲れちゃうんですよ、運転していて。
適正打角がなかなか切れにくいんですけど、そこまでセンター曖昧じゃないですけど、四輪駆動とどっちが正確って言われたら、やっぱ後ろがドシッとしてて使えるのか、やっぱりね、四輪駆動の方がそこは正確で、やっぱちょっと落ち着きが少ないかな。だから奥はちょっと高い方をおすすめしちゃって本当申し訳ないですけど、やっぱり270数万円の方を選ぶかな。で、加速力とかもうちょっと欲しいよねっていう時にはすぐにスポーツボタンをポチッと押してあげて、だもっと押しやすい位置とか、この辺りのパワーボタンが欲しいけどね、この辺りにハンドル周りにね。だ今ここ手をパッと落としたこの一番右側、ここでもってスポーツモードはありますけど、操作しやすいけどもハンドルにあったら最高みたいな。まああと気になる要素としては、車が軽いので本当抵抗も少ないので、この6速オートマの変速の若干のショックとかそういうのが少し感じられるかなと。要はなんか軽いからこそレスポンスがいいっていうのはあるし、軽快だっていうのはあるんですけど、すべてを表面化するっていう観点で言うと、例えば、だから足回りが若干ドタバタするよねっていう、それを四輪駆動はうまく、なんか、なんて言うんだろうな、フィルターをかけてるような、まあそういうような感触があったんですけど、そのフィルターもちょっと取れちゃうような感覚ですかね。もっとはっきり言えば、足回りの動きとしてはドタバタ感はあんま変わんないんですけど、やっぱドタバタの後ろに関しては特にドタバタのレベルが大きくなってるんですね。で、その大きくなった時に四輪駆動の場合にはドタバタしててもそれを静粛性を高めることで体感上で言うと、いやそんなの乗り心地まあいいじゃんこれならっていうレベルに収めることができてたのが若干超えるかな。いや、さすがに静かで、新車としても、よくしようとしてるのはわかるけども、若干後ろが、いや、これはさすがに硬いよっていう、さすがに静かにしててもね、硬いよっていう感触になる時がある。でも今これ、すげえ綺麗な路面なんですよ、この辺り。結構新しい道、まあ新しいって言っても結構、20年選手ぐらいの道ですけど、もうちょっとか。でもね、このぐらい補修も少なく、ここあんま大型トラックとか走らないのよ。路面全然傷まないんですよ。だからこういう、ここは大型トラックとかたまに走るんですけど、それでもね、バスもあんまここは走らないし、だから路面が結構綺麗なんですよ。だからそうすると、結構いい動きをする。それはある。だから、路面環境ですね。皆さん自身がどういう路面環境を走りますかって言った時に、いや結構荒れた路面走るんだよねっていう方は、それで快適性を重視するっていうんであれば四輪駆動を選択するのがいいと思います。まあ純粋な話で乗り心地をまあその求めるんであれば四輪駆動、もうこれ絶対的なるもの、落ち着き感とか上質さとか、あとハンドルのセンターとかも実は若干やっぱ違いますね。ハンドルのセンターも四輪駆動の方がもうちょっとズシッと出てるような感触がある。まあでもそこまで乗り心地を求めないよっていうんであればコスパ優先でいいと思うんですけど、でも荒れてる道であれば、荒れてる道を結構俺走るんだよっていう方であれば、まあなんて言うんだろうな、車ってだから年数、所有年数長いじゃないですか。それで考えるとやっぱ全般的にこの差は僕は四輪駆動推しになるかな。ちょっと無理してでもいい乗り味の方買った方がいいんじゃないって言いたくなる、その20万円の差じゃないですか、約ね。20万円の差を飲み込んでもいいんじゃないっていうぐらい乗り心地に差があるって思ってもらってもいいかもしれない。特に荒れた道。だから、このあたりで、はい、いかがでしょう。皆さんを、忙しい皆さんを代表して試乗しているという感覚で、ちょっと必要そうな要素を今述べさせていただきましたけど、ちょっとベルジアン行きましょうか。ちなみにお買い物車としてはとてもとてもいいと思いますよ。さあ、ここがもうベルジアンの道でーす。やっぱさっきよりね、この辺りインパネ周りも振動してるし、やっぱ入力はやっぱ大きくはなりますね。これをあとはどう感じるか、どう価値観としてね、
僕はやっぱ今回は、四輪駆動しかな、この車両で言うと。生活必要者っていう風に考えたら、いや、それでもね、これだけの乗り心地の違いとかがあったら、お買い物袋に入れてる、まあ今お買い物袋ないのか、まあスマートエコバッグみたいなのに入れている、今日のなんかおかずが落ちそうみたいな、だからそのぐらいちょっと違う。うん。まあ、そのぐらいちょっと少しだけ大げさには言ってるんですけど、まあそのぐらい大げさに捉えてもらって車選びをした方がいいんじゃないのかなっていう、逆に言えばね。うん。それであまりにもゴミちゃんがそんなに乗り心地が違う言うんだったら、ちょっと二輪駆動を俺一回試乗してくるみたいなね。試乗して二輪駆動大丈夫だったらもう二輪駆動の方がお得だからいいじゃんっていう、そういう考えにもなるじゃないですか。そういう考えでもっていいと思います。だから乗り心地気にされる方はこれ試乗一回しましょう。はい。でいかがでしょうか。はい。車全般としてはいいと思います。あと、ちなみに、これ、冷えてる状態での走りだし、結構硬いと思います。それだけは言っときましょう。はい。六速オートマとかもそうですし、足回りもそうですし、冷えてる状態だと、結構これはガツガツ系、ドタバタ系が表に出ると思います。温まってからがかなりいい印象。今日なんかは外気温が16、7度なので、今。だからそういう環境でも若干その特性が見え隠れするぐらいなので、だからそういうのはあると思ってください。まあ温まってからは結構いい動きはしますので、はい。まあというわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。鈴木ウロンクス、新型車、まあ僕的には予想以上の仕上がりというか、うまいなって思う車作りをしておりました。コスパとてもいいと思います。まあナンバー取れてるんですけど、いつもの道ではないので、要望が多かったらいつもの道、もしくは比較試乗したいなと思います、マリオさんと。なのでもし比較するんであれば、これと比べてほしいとかそういうのがありましたら書き記していただければなと思います。ヤリクロとかヤリスクロスとか面白いんじゃないですかね、比べたらね。うん、値段的にもね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではでは失礼いたします。いくらフォー。